時みたいです。あ、本当。なんかいつ出たんですか、このモデルは。最近5月。あ、出たばっかり本当に。すげえ。締めが LS にクレッツで入ってるのですげえ。これは珍しい。なんか形が。18歳なんですけど。あら。あ、そんな若いんですか。免許は2人だ。いやいやいや。LS も買ったばっかですか、これ。はい、はい、いや、いいっすね。あ、ライトめちゃくちゃ綺麗っすね、これ、はい、距離どのくらいなんですか。今はちょうど10万キロ。あ、じゃあまだまだ。これは中期ですよね。中期ね。セカンドで、セカンドで買えばいいじゃん。セカンドは疲労的に逆みたいな。サイズでかいですよね。これでも標準ボディですよね。20がこんなすっぽり収まるか、すげえ。20は全然余裕ですね。21とかもね、結構みんな履いてますから。これでも標準ボディ、ロングじゃないですか。中見ても大丈夫ですか。標準でこの大きさ。そうなの。古さを感じない車なんです。黒側の、シートも綺麗じゃないですか、はい、ね。で、初めての車が LS ですよ、はい、うわ、最初より V8 いっちゃいましたね。すごい。あれですよ、それ以下の車乗れなくなります、はい、体が。今度 V10 に行きましょう。センチュリーかアベントドール。